はい、えー、アマリンダホがーゴルフの教科書に取り入れられてくると言っております。えー、まあ,あのアマリンスライドから始まって、えー、トップでね、こう細かく教えてないですけれども、あのシャローっていうのはねあの小指がだけおるんですよ。で、こういった細かい点がねまだ 皆さんレッスンされてないんでねでこういったものを教え込めばみんな、えー、渋谷松山のようにあの日本人でもねあの対等に戦うことができるというねあ,のあまりにフォですからまたパッティングとかねショートゲームの技術にしてもですねあの、まあ、正確に打つことができます。で この点一つ一つチェックしてラウンドしていけばゴルフってすごく簡単なものなんですけれどもこういったことを、ね、皆さん分かっていないので私が、まあ、全てこれ自分で作ったんですねでそれは何を見て作ったかっていうと PGA のうう見,て見ながらあミスした原因を比較しながらねあのあこれ。 こうやって打てばいいのかなと。そしてまたそれをコースに行ってあの実行して、えー、やっぱりこれだとこうなるなとかね。えー、そうやってあの作っていったんです。ですからあまりゴルフ理論に対抗でるっきるものは今のところあるわけがありません。えー、こういった意味でですね、あのー、まあぜひとも皆さんも私のところにレッスンに来ればあのー、アメリカで 優勝すすするここととが必ずでききままううういうふうに申し上げておきます、えー、日本大学のゴルフ部の人にも教えましたし、えー、ただそれは一部だけで細かい点は教えてませんスイングの,あの理論だけを教えただけですので、ねえーまあ、全部を実践して早くくれることを願っていますけれどもお期待できる選手は。 いいらっしゃいます今でもねですからあの彼らがまたこの数年後に、えー、世界に出て活躍できるには是非とも私のとここを見てですね YouTube を見てあのアマリンゴルフを研究してもらいたいとこのように思っております。はい以上です